全身チャンネル217回。はい、ということで、このメンツを見ると、皆さんちょっと気になってるかと思います。沖縄オフ会、沖縄オフ会の様子をどうぞ。あれ、ちょっと映像来ませんね。はい、なんでですか。あの皆さん、ダイヤ的に募集をしましたが、当日参加人数がゼロと、いうことで沖縄オフ会は中止となりました。ゼロ。しかしね、戦いは続く、人生は続く。また皆さん、いつか機会があればお会いしましょう。今回の前身はこちら、韓国民衆軍事同盟崩す、労働者国際連帯で安倍打倒へ、労働組合潰しに反撃し、体験戦争阻止のうねりを。こちらの記事をご覧ください。ジーソミア破棄で安倍窮地に、問われる日本労働者階級の戦い。韓国ムンジェイン政権が8月23日、日韓ジーソミアの破棄を正式に伝えたことに対し、安倍政権は地域の安全保障環境を完全に見誤った対応だと非難し、日本のマスメディアも異様な韓国バッシングを繰り広げています。もともとジーソミアは圧倒的多数の韓国民衆の反対を踏みにじり、朴槿恵前政権が安倍政権との間で2016年11月に締結した軍事協定です。ジーソミアは朝鮮有事の際に自衛隊が朝鮮半島に上陸参戦するために不可欠であり、対北朝鮮の戦争を準備する日米韓三国軍事同盟の要に続けられていました。締結直後、韓国では朴槿恵政権の不正腐敗を示すチェスンシルゲートが発覚し、民主労総のゼネスト決起を先頭に朴槿恵打倒の戦いが数百万人の規模で爆発しました。そして現在、安倍政権の対韓貿易規制に対し、韓国民衆はノー安倍、韓日軍事協定破棄を掲げて戦っています。ジーソミアを粉砕した力、歴史の流れを作る力は、民主労総を中心としたろうそく革命以来の韓国民衆の決起にあります。これに続く戦いを日本から巻き起こしましょう。三面です。改憲戦争に立ち向かい、社会変革へ踏み出そう。9月14日から15日に行われる全国連大会に向けて、マルクシー学生同盟中核派東京大学支部からのアピールです。詳しくは本部をお読みください。全学連大会に向けて、今回も全国の学生から結集アピールが届いています。どうぞ。はい、アピールが届きました。ね、この前出た時は非常にこう不愛想なやつだなというコメントがたくさん来てまして、まあちょっと星野さんの追悼のね、回だったので、ちょっとそんなはっちゃけるわけでもないだろうというのがあったんですけども、まあちょっと友人から連絡が来まして、わざわざこう、こいつ不愛想だなっていうコメントを抜粋したね、スクリーンショットが送られてきました。なのでちょっと皆さん、今回の動画では友達を見返してあげたいと思っているので、すごいいい人だなというコメントをよろしくお願いします。ですね、9月14日そして9月15日に、まあ、全学連大会が行われます。まあ、日本全国から多くの学生運動を戦っている学生や、または今の社会に対して疑問を持ったり問題意識を持っている学生が集まって、まあ、2日間の間いろいろね、議論をしたりします。毎年出ているんですけども、まあ、年々面白くなっているんじゃないかなと思っていますので、今この YouTube の動画を見ている皆さんにも来ていただきたいと思っています。こんな感じでしょうか、石田さん。はいはい、はい、じゃあ皆さん、9月14日と15日の全学連大会にぜひ来てください。団結。9月4日と27日都内にて連続学習会を開催します。第6回テーマは学生運動の歴史、第7回は1965年
日韓基本条約です。興味のある方は Twitter の DM か全学連メールにご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。全身の定期購読とチャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネルの GNN もぜひご覧ください。 Twitter と Instagram もチェックしてください。またねー。沖縄で会おう。沖縄で会おう。悲しい。